はい、本日私は沖縄ハム総合食品株式会社の方に足を運んでおります。いよいよ、皆さんお歳暮ギフトの、シーズンがやってきたということで、今回は、沖ハムさんのお歳暮ギフト商品お歳暮ギフトの、紹介を、今回はこの方からお話をお聞きしたいと思います。それでは早速自己紹介よろしくお願いします。はい、皆様、私は、沖縄ハム総合食品株式会社マーケティング部のキャン森代と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。早速ですけども、今回ですね、沖ハムさんの、お歳暮ギフトの紹介ということで、今年の、おすすめの商品ありましたらぜひ紹介お願いいたします。はい、今回私から紹介したいのは、ハムギフトです。はい、そのハムギフトの中でもですね、今回ご紹介するのがザキミ状シリーズというセット商品になっております。この商品はですね、沖縄県産の豚肉ですとかアグー豚、そういったものを使った、バラエティ豊かな、セットとなっております。またその中にはですね、ウインナーですとか、あと焼き豚ですとか、そういったいろいろな商品あるんですけれども、その中でも特に私からご紹介したい、特徴的な沖ハムらしい商品というのがミヌダルという料理でございます。このミヌダルというのが琉球料理、宮廷料理ですね、で振る舞われていた料理でして、沖ハムのですねミヌダルは県産の豚肉のロース、こちらにすった黒ごまを利用して特製のタレでその周りにまぶした商品となっているんですけれども、この黒ごまのですね香りが、特にこの味というのを引き出して、とても人気のある商品となっております。こちらが今回おすすめです。それとですね、またあと1点おすすめのギフトがあるということで、こちらも紹介よろしいですか。はい、あと1点ですね、ご紹介するとすれば、私の方からご紹介するのはですね、沖ハムの、紅麹焼き豚、こちらのセットですね。こちらの紅麹菌というのがですね、台湾や中国で使われている、よく言われる有名なのは豆腐用という料理に使われているものがこの菌なんですけれども、こちらを使った豚肉焼き豚の商品がございまして、この麹菌を使うことでですね、味にまろやかさが出て、うまみ甘みといったものが引き立つようなものになっております。こちらの紅麹の焼き豚と、あとスモークハムを入れたセットというのが人気ですので、こちらもおすすめとなっております。これからまた12月にかけて、お歳暮ギフトを、購入される皆さんも中にいらっしゃるかと思いますので、最後に、キャンさんの方からは今回のこの沖ハムさんの、お歳暮ギフトの、購入方法などについて最後、一言メッセージいただきたいと思います。沖ハムのハムギフトなんですけれども、県内の大型量販店様には特設の、売り場を設けております。そちらでご購入いただきまして、もしよければですね、手に取って見ていただければと思います。またあとですね、県外にの発送も承ってまいりますので、そちらもご利用いただければ嬉しいです。ぜひ、皆さんも沖縄県内のみならず県外の方に、発送して、県外に住んでいる、家族ご家族の皆さんにも喜ばれる、ギフト間違いないですので、ぜひ皆さん、ご購入のほどよろしくお願いいたします。本日は、キャンさんの方からお話をお聞きしました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。